まあ、2010年、12年にここにいらっしゃる荒瀬本さんが写真展について、株式会社日本ニコンのニコンサロンでですね、写真展を一旦開催するとしていながら中止された事件についてですね、本日東京地方裁判所民事6部は、株式会社ニコンに対してですね、110万円の賠償を支払いなさいというふうな判決を下しました。그러면서어떤강력한힘이라고그럴까그런힘에의해서사진전이중단됐었는데그런것들이어떻게보면저는그사진이기본적으로어떤피사체와그리고표현자인저그리고그수혜를받는관람객들의그런그연결고리가있다고생각을합니다그런연결고리를끊는거에대해서는분명히어떤표현에대한그자유를침탈하는행위라고생각을했었습니다그러한문제를그재판소에서도분명히그표현의장으로서의굉장히중요성을인정을해주었고또그것이어떻게보면이런사태로인해서그이런판결로인해서앞으로표현의장이계속표현자들에게그리고수혜자들에게지켜지기를바라고있습니다이문제가왜니콘에서중요하냐면은제가이런일이있었습니다그사진전을하기위해서다른장소를구하고있었는데그장소에서제가이런사진전을한다니까심사를하기위해서사진을보내달라고해놓고정작연락을받지않거나연락을주지않는그런일이있었습니다그이후에나중에보니까그갤러리주인이나중에그니콘살롱에서사진전을하고있었습니다결국에는니콘과관련된그사진가였었습니다그러니까이런문제로인해서어떤니콘이라는힘에의해서많은사진가들이어떤표현에대한자유에대해서침묵을하는것에대해서는굉장히그아쉽게생각을하고있습니다우리라는표현그러니까우리가그주변에펼쳐져있는뭐위안부문제도있을수있고전쟁그리고어떤원발같은문제들이많이산재해있습니다이러한문제들이발표가되지못하고표현되지못한다면은결국에는그손해는고스란히우리의몫으로여러분들의몫으로가는것입니다이런면에서앞으로도어떤표현의자유가많은사람들이그공감을하고또지켜야된다는의지가있다면은저와같이이런피해를받는일이더이상발생하지않으리라생각합니다